サッカー AFC アジアカップ2023準々決勝イラン代表2-1日本代表日本時間3日カタールエデュケーションシティスタジアム3大会ぶり5度目の優勝を狙う森安ジャパンは準々決勝でイラン代表に1対2で敗れ8強で無念の敗退王座奪還はかなわなかった前半は28分に3戦ぶり先発の森田英正28 が先制ゴールを決めると、後半10分に同点に追いつかれてしまう。終盤に無決死闘が続く中、終了間際、アディショナルタイムで痛恨のファウルで PK を与えてしまい、2点目を奪われた。過去3度の優勝を誇る難敵に敗れ、日本はベスト8で姿を消した。勝ったイランは準決勝、日本時間8日、でカタール対ウズベキスタンの勝者と対戦する。 序盤から両チームともに激しい当たりでボールを奪い合い、きっ抗した展開が続いた。前半13分はイランの7番、ジャハンバフシュ、3 2強烈なミドルシュートを打たれたが、わずかにバーの上。日本は前半28分、森田が左サイド中央から前線に立てパスを送ると上田綺世、25、のリターンを受け、自らドリブルでペナルティーエリアに侵入。 相手 DF を次々とかわして右足を振り抜くとボールはキーパーに当たるもゴールネットに吸い込まれ日本が1対0と先制した前半39分イランの攻撃で板倉の裏に抜けたサマンゴドス30が浮き玉を受けてそのままペナルティーエリアに侵入強烈なシュートを打たれたが枠外でヒヤリ43分は左のクロスからゴール前でアズムンに飛び込まれるが届かず 難を逃れたその後もイランの猛攻をしのぎ前半は1対0で折り返した選手交代なしで後半がスタートゼリアイで相手に乗り上げた上田にイエロー6分は左サイドセンターライン付近から久保建英がゴール前へ大きなクロスを入れると走り込んだ上田がヘディングで合わせたが惜しくもバーの上後半10分鈴木彩円21 のゴールキックからイランのボールを奪われると、縦パスを受けたアズムンが裏をかいたパス。板倉二27、の後ろに走ったモヘビが角度のないコースを決められ、同点に追いつかれた。わずかな隙をつかれ、一一と試合は振り出しに。後半18分は相手のロングボールに抜け出したアズムンが、板倉をかわしてシュートを放つと、ネットに突き刺さったが、オフサイド判定でノーゴール。 後半21分、久保と前田大然26、に代わり、三笘薫26、南野拓実29がピッチイラン優勢の展開が続く中、セカンドボールがなかなか奪えず、キーパー鈴木のファインセーブなどでしのぐも、守る時間が増えていく。左サイドで三笘がドリブルで駆け上がるがチャンスにつながらず、アディショナルタイムは4分で、 後半48分、イランに攻め込まれるとペナルティーエリアでボールを奪いにいった板倉が相手を倒してしまい痛恨の PK に最後はジャハンバフシュに PK を決められ1・2で終了のホイッスルが鳴った死闘を終えた森保一監督55は選手もスタッフもいい働きをしてくれたが監督としてみんなの努力を勝ちに結びつけられなかったのは責任を感じていると敗戦を振り返った アジア杯は終わってしまったので、W 杯に向けてアジア予選を勝ち抜きたい。スタジアムに駆けつけてくれた日本のファンの皆さん、テレビの前で応援してくれた皆さん、本当にありがとうございます。被災地の方を勇気づけることができず、申し訳なかったです、と無念の思いを口にした。アジアカップカタール2023、予選リーグ、2勝1敗。 14日 VS ベトナム代表4の29日 VS イラク代表1の224日 VS インドネシア代表3の1決勝トーナメント1回戦31日 VS バーレーン代表3の1準々決勝2月3日 VS イラン代表1の2